はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。またよくわかんない体勢でのスタートなんですけども、またね、部屋の中にあるものをあっちからこっち、こっちからさそっち、そっちからどっちに行こうというそんな感じなんですが、今回で移動するのはこれこう引き出し、まあ、ちょっとね、プラスチック製のね、こう入れ物なんで結構扱いが難しいんですけど、結構重いものが入ってたりするんで、まあこれを移動しようと思います。まだ使います。はい。で、まあこれを移動するので、まあ今回終わりかな。はい。前回ね、棚をね、あっちからこっちに移動した棚っていうのがまさにね、ここにあるんですよ。この後ろにあるんですよ。ということは、ここっていうのは、この今撮ってる向こう側っていうのが、以前ディスクシステムをこう入れた、で、ずらした棚です。の、こっち側。位置関係わかりましたでしょうか。はい。ということで、早速移動していこうかと思います。まあ、これいきなりね、これ持てないです。はっきり言って、こう、なんか重そうでしょ。実際何が入ってるかっていうと、これ一番上の段。こんな感じで 3DO のタイトルをここの面から見えるように入れてます。まあ IO 順ですね。でちょっと PCFX、 あ、これあれだ、レトロフリークのゲームギアとか、マスターシステムとかマーク3、まああの辺が遊べるカセットですね。でまあこういう感じになってます。まあ、カメラ的に下映しにくいんで、こう固定にしてるんで、このままいきますけど。2段目も 3DO で PCFX。で、3段目。ここはまだ若干カメラで見えるか。まあ、3DO と PCFX。で、4段目も見えないかな。4段目も 3DO と、あ、これはね、PCFX もね、こう CD サイズがあるんですよ。ということで。で、さらに下。実はこの棚だけで 3D を収めるには、この側面だけだと無理だから、ここからちょっとこういう入り方、あとネオジオもありますね。はい、まだこの下があります。でこの段はもう下まで来てるんで、まあ、ここで見るのもめんどくさいから、こっちで見れるようにして、で、ネオジオがいっぱい入ってます。で、まだ下があります。というわけで、ここ一番下の段なんですが、ここもね、ネオジオが入ってます。まあ一番の下の段、ここから見にくいんでね、まあちょうどいいかなってところです。ということで、あとこれプリンター邪魔なんだよな。なるほど。ちょっとこれをもう空なんで引き出すのは簡単で、ちょっとち
ということで、もうこうなると軽いんでね、中身ないと軽いんで移動できます。で、移動先がここなんですよ。ここなんか見覚えないですよね。多分前回ね、このカメラこっち側に置いて撮影したんですよ。なのでここは実は棚をね、あっちからこっちへ移動したあっち側です。あっち側のスペースです。で、ちなみにここドアありますよね。これドラ先輩がこの前ルームツアーをやってくれたんですけども、そのスタート地点ここなんですよ。ということで、なんとなくこう察していただけるかなというところなんで、ちょっとここにね、まず棚というか引き出しの骨組みを持ってきます。これ実際何かっていうと、まあこういう感じでね、結構高さあるんですけど、これね、もう多分20年ぐらい前かな、汚いな、これ20年ぐらい多分経ってる、そんないかないかな、でも結構前に買ったものでなんですけども、ちょっと濡らしてこよう。で、これ何かっていうと、何かって言ってもややこしいんだけど、これ簡単に取れるんですよ。だからこれ1段ずつ取り外して付け替えができて、だから同じの買ってきてここを取って、このタイプのやつを置けばまだに詰めるっていう、そういう引き出しだけど、まあ、引き出しなんで少なくとも僕の身長より高いところにあるとこ取り出し大変になるんで、まあこの高さに。でね、1個収めてるんだけど、多分買った時には、今1段、2、3、4、5、6、7段にしてるんだけど、買った時は多分3段とか5段とかの売り方をしてて、で、ちょっとこれ以外のものはちょっと他で使ってるんだけど、一応こういう使い方をしています。で、下から順番に、下からって下見えないんだよね。これね、まああそこに見えるでしょう、見えないか。まあ一番下の段が収まったんで、とりあえずでまだこうね、不安定に見えるかもしれません。といった感じで、これで収まりが良くなりました。まあまあこうね、開いて物を見る、明るさもそこそこ、まあ下の方はね、まあやりながら使いながら考えていく、まあ上もどうするかも使いながら考えていこうかなというところです。というわけで、こんな感じでね、
収まりました。ね、下こうやってやっぱ見ると見にくいと思うかもしれないけど、この辺はこうやって開けて確認すれば OK。なぜなら、この CD が、こうやってやるとネオジオとね、ぶつかって、ちょっときつきつになるので、こうやって入れてます。ということでね、今度は、空いたスペースどうすんだって話なんですけども、その辺はね、また次回やろうかなと思ってます。はい。ということで このチャンネルにお会いいただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよ、もしくは、こんなゲームやった方がいいよ、なぜならこういう理由でねっていうコメントもいただけると助かります。あと、動画の拡散、SNS の動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。